なんだい、君たち何をしているんだ。Thank you.
すいません。あの、もしもし？あなた、呼んでるのが聞こえないの？はあ、耳が遠いみたいですわ。行きましょう。そうですね。ん？あ、笑ってる。檜垣さん。え？どうしたの？早く行きましょう。え、あ、はい。
んじゃえ。あんたら、人の作業小屋に勝手に上がり込んで。警部、彼を捕まえていてください。話せ。何をしてんじゃ。これだ。よ。よせ。ん？先生。ああ。これだ。これが太白星の秘密。地球。先生、一体何だいそりゃ。見てください。この写真が今回の事件を引き起こしたんです。こいつは。先生、ようやくわかったよ。なんで今回の調査のお供がお嬢ちゃんたちじゃなく俺だったのか。うん。日垣さん、どうかなさって？メフィスト。はあ。日垣さん。はい。日垣さん、どうかなさって？メフィスト。はあ。
ヒラキさん。はい。ヒガキさん、どうかなさって？メフィスト。はあ。ヒガキさん。はい。ヒガキさん、どうかなさって？メフィスト。はあ。ヒガキさん。はい。メフィストを探していたのよ。そんなことより正体を見せてもらうわよ、メフィストさん。菊村さん、thank you.
さて、いよいよこの事件も解決に近づいたようです。一体犯人は薬嫌いの沢彩子にどうやって毒物を飲ませたのか、そして真犯人を示す動かぬ証拠とは何なのか、それは解決編の前に皆さんで考えてみてください。もちろん真犯人は誰なのかはもうお分かりですわね。